はい、じゃあちょっと前回続きなんですけど、でこのかぼちゃのままで出てきたんですけど、実はこの先にもねちょっと通路があるんで、先こっち行きましょうかね。はい、やっていきました。こうするとここまで来るとここにちっちゃい穴があるんで、かぼちゃと入れるのでかぼちゃのまま行きましょう。でこの先に何があるのかと言いますと、実はあ、またいましたねこいつが。いや、また一つチートを発見したな。では別の魔法を教えてやろう。ページを開いて魔法を教えたならチートよ、前は燃やしてる。グランチューダーは口ばっかりだ、気にせず魔法を教えよう。だからダルダルビーチの砂の城のパネルでレッドフェザーズだ、すごく役立つはずだということで、またチートを教えてもらったんで砂の城に行ってチートコードを追っていきましょう。その前にじゃあこいつやね、ブランチューダーからちょっと聞いていきましょうかね。姉さんのベッドルームには臭い靴下がぶら下がっているのよ。ベッドの横の花瓶にはイボイボユリがいけてあるの。悪趣味、いや悪趣味かちょっと分からへんけど、どんなんか分からへんから。彼女のでかいパンツは紫の水玉なのよ。見たくない。確かに、あらら、かわいそうにエネルギー減ってるわね。回復してあげましょう。これももう大丈夫でてね。バンジョー、そろそろ諦めろ。わしのところまで来させん。まあ行くけどね、地道にね。じゃあお宝ザクザクビーチのところ行きましょうか。はい、じゃあ砂の城までやってきたので、さっき教えてもらったレッドフェザーズを売っていきましょう。そうすると赤い羽を100枚まで持てるようにしてやろう。ついでに満タンにも。ありがとう。戻っておいで赤い羽。戻らぬ時はお仕置きじゃ。でもお仕置き大好きなグランチューダでした。では続きまた進めていきましょうかね。で前回マッドナイトマンションでジグソーね、魔女スイッチ出したので、それを取りに行きましょうかね。でこれの取り方、多分正規の取り方はね、あのジャンプバット出してね取るのが多分普通だと思うんやけど、自分はそのやり方やったことないな。いつもゴリ押しみたいな感じでやってますね。でこっからまずグランチューダーのね帽子に登って、花の上にね降りましょうかね。でこうガラスになってるんで壊してもう取りましょう。8個だいぶ溜まりましたね。あとステージで言ったらあと2つですね。でその2つなんですけど、次のステージがもう一番トラウマのステージですね。さあ、バンカズやった人、ことがある人やったら100人聞いたら100人が嫌やっていうやつですね。で前回ちょっと水位ね上げましたね。ここで今はまだ何もないんですけど、まだこの上にね何やらありますね。ここはまだの落ち抜きって感じやね。で前回マッドナイトマンションのジグソーはみ入ったところの方に行きましょうかね。そうそう、ここの水位も上がっているので、この上に上がることができます。そうすると来ました。もうこれをこの音聞く限りもうめちゃくちゃ嫌やね、ほんまに。マジここ嫌いやから、もう死ぬと思う。でここに寝てる人がいるんで起こすと緑色のやつがね。でこれはさっきのところやね、ここに繋がります。で
反対側にもなんかレア車のマークがあるので、これ壊していきましょう。そうすると前回ね水あげたやつはまたあるので、それで水位を上げます。でこれ水位を上げることによってあっち側へねに行けることができます。じゃあそこ行きましょう、せっかくなんでね。でこっち側行くと何かしらありますね。で2つあるんです。さっきこっち行きましょうか。こっちはどこにつながっているのかと言いますと、特に何もないんですけどね、何もないんですけど、前回入れたマッドナイトマンションのところに行きますね。じゃあ先の横のとこ行きましょうかね。ここ開けときますね。でこう開けると次のステージのパネルがあるんですけど、これはねサビサビ港。さてトラウマなステージですよ、本当にマジで嫌やな。マジここトラウマとかもう嫌な思い出しかないから、マジめっちゃむずいと思う。またこれ、まあ、8ステージかな。またもう一つラストステージがあるんです。カチコチなもいいねあるんですけど、多分ここがめっちゃむずい。マジいけるかな。あー嫌やな。行きましょうかね攻略。さあ来ましたサビサビ港。マジ嫌やな。だってどっから攻めていこうかな。音符も取りたいけど死ぬ可能性が高いからね。でこれ TNT がおるんやけど爆発するんで、ちょっと気をつけましょうかね。めっちゃ水がギトギトしてますね、オイルで。どっから行こうかな。さっき嫌いなところかどうか詰めていきましょうかね。どんどん入れる場所も入っていきます。ここ入れるんですよね。そうするとちょっと変わった。でちょっと TNT 多い。マジ TNT 多すぎないここ。こいつもおるしな。だって爆発するし。多分ここ一番しんどいの何かって言うたら、その攻略もあれやけど音符集めなんですよね。100個集めるのはマジでむずい。でこいつ敵なんですよ。こいつもうマジトラウマでしたね、ちっちゃい時。こいつ何しても倒せないので、でここ窓ガラスを壊せるので入っていきましょう。そうするとまた客室っていうか休める場所ですね、ベッドルームがありますね。でちょっと小ネタなんですけど、ここ何やったっけ、なんかのあの任天堂のゲームなんですよね。この今回だっけ忘れたけど、そのゲームかなんかのキャラクターなんですよね。キャラかガールフレンドか分からんけど。さあどこに行こうかな。でここにちょっと3121111かなあるんやけど、それまた覚えとってくださいね。312111ですね。ここはどこ入ってたっけな。ここら辺入れる場所はないね。
浮き輪も嫌いなんですよね。まあ、まず一番嫌いなところから進めていきましょうか。この前にこっち側から行こうかな。ここもこいつが嫌なんですよね。なぜこいつ嫌い、めちゃくちゃ伸びてくるし。曲も好きな曲、曲はね好きなんですよ。サイサイミナーの曲、トラウマを思い出すっていうやつなんですよね。結構このステージもね、結構バグ技とかもあるので、また紹介していきますね。でここは何かと言いますと、プロペラの制御室になっているので、プロペラをねちょっと細くしましょうかね。これしないとちょっと向こう通れない形になります。じゃあせっかくなんで、そういう可動室のとこ行きましょうか。いっちゃん死ぬ確率が高い場所、マジあそこさえ越えたら多分死なへんはず。マジここやねんな、ここなんぼやっても死ぬんよな。ここら辺なんもなかったかな。ここにちょっと倒しておきますね。ちょっとあとあと来ることになるんで、落ちましょう。で、ハチミツに手を出すと今度は痛みに遭うぞってことで、ハチがいるんでね、これ全然話してなかったか。で、この上に実はハニカムが隠れているんですよね。分かりづらいところにおって、さあ行きますよ、エンジンルーム。マジここがもう鬼畜、マジ鬼畜、一発で死ぬステージやから。怖え。ここも回るし、音符もいろいろあるから、マジでなここ嫌いねんな。危ない、行ってまいった。でここ数い出しじゃないと多分落ちたりするんでね、まっすぐになってないと。でどういこうかな、さっきこっち行くか。橋も渡りづらいしな、ここ。で早めに行かな、あのあれですよね。でこれのパネルがまたあるんですけど、これ何かというとプロペラですね。ここにジグソーがあるんですけど、それがちょっとゆっくりになるんですよ。けどまあそれで、あの今のままだとねちょっとまあできないので、もう一個なんです。ここが一番難関かもしれへん。ちょっとここで取らせて、危ない、危なー、ジャンプはできんかった。これ当たるとダメージ方にねするんですよね。それで跳ね返って落ちるんですよ。マジそれが腹立つ。一応このジグソーを取ったから先、まず1個目、あー怖え。さっきどうしようかな、あそこの音符から取っとこうかな、余裕持って。別にね、ここアンダーウィング使わんでもいけるんですけど、落ちた、ブーッ、ダメージ食らわないように一応ねしてます。いやさっきめっちゃ危なかった、もう冷や汗かいたで、マジ怖すぎる。でここプロペラ押すとまたタイムアタックが起こるので、ちょっと頑張りましょうかね。でこれで押すことで止まるんですよ、2つ押すことで。で時間制限があるので、また急ぎます。じゃどんどん早く行きましょう。早めに行かないともう一回あのプロペラがね復活するんで、ジャンプせん方がいいな。急げ急げ急げ、めっちゃギリギリやねんこれマジで。でこれ倒しとかないとちょっと面倒やったりするんでね、
あと37秒。すげえ、マジギリギリ攻めすぎやねんこのゲーム。あがまあ余裕ちゃ余裕やけど、でこの水がね厄介ねんな。オイルで汚れた水は息ができなくなるってことでね、水面やと水中やと酸素の減りが2倍になってるんですよ。で普通やったらね、上にいたら基本的に回復すると思うんですけど、水中にいるみたいに普通のね酸素ゲージ減っていく形になります。これがマジで厄介このステージは。でこの下にね神社がいるんですよ。そいつ助けますか。マジなんでそんなとこ飛んねん。適当いでお前は苦しい、エネルギーはいつもの2倍必要。分かった分かった、さっき説明したやつですね。マジこれがもう厄介。もう焦るマジで。なんとかいけましたね、よかった。じゃああとは大丈夫かな。はい、ちょっとずつ行きましょうか。多分あそこが一番難関やと思うんで、少しでクリアできたからもうベッチャないと思う。さあどこ行くかな。さっきジクソーを取っとくかな。ここな、でここに123の番号があるんですけど、さっき書いてた312111かな、それを打ち込みましょう。でこれ間違えたやつを押すとダメージ食らうんですよね。マジでそれも鬼畜なんですよね。このステージマジ鬼畜っすね。ステージもう鬼畜ギミック多すぎる。でジグソーを吐き出すのでキャッチして終わりやね。で3つ目、音符も集めたいな。でちょっと煙突があるので煙突どんどん上登っていきましょう。いやまあけどあそこめっちゃヒヤヒヤしたな。あそこエンジンルームのところガチで落ちた思ったもん。あそこ怖っ。何年やってマジで慣れへんな。で一番上に来るとジグソーね。であそこにイーガーボーガンがあるんで、イーガーボーガンも回収しておきましょうか、せっかくなんで。イーガーボーガンね。で次にジグソー取りに行きましょう。どっか入る、あ、ここ入れますね。入れるかあの窓とね、入れないか窓がね、ちょっと綺麗さっていうんですかね、なんか光沢があるんですよね。で金の羽も使ったんで回収しておきましょうか。でここなんですけど、ジグソーあるってことここ開けれるんですけど、突っ込んだら死にますよ。こここういう風にね隠れてるんでね、まあ、死にませんけどね。ダメージ食らうかな。あけど結構もうジグソー5個集まったな。鬼畜ステージでもトラウマのステージやけど結構余裕でもないんやけどね。まだ死ぬ可能性めちゃくちゃあるから、ちょっと待てや。でここ熱々になってるんですよね。ここはワンダーリングじゃないとダメージ食らいます。オーブなんでね。でここも鉄板、あのダンダちゃうわ。上ねちょっと名前ちょっとど忘れした。危なダメージ食われると、ここら辺も全部熱いんですよね。でこれ取り忘れないかな。急に突っ込むな、こいつ。当たり雨。脳天ぶち抜くぞ。さあさあ、行きますか。
ここにジグソーあるんですけど、これはですねクレーンがあるのでそこから行きましょうか。よいしょ、あそこですね。あ、捕まるんかい。ポンプもあるんで回収しておきましょうか、せっかくなんで。でこれ上レバーがあるのでそれを押しておきましょうかね。ビー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 、上に上がるんですけど、これも16秒で時間設定なんですよね。ほんまギリギリ攻めすぎよな。早めに行かないと閉まるんですよね。そうすると閉じられます。まあ捕まるって感じなんですけど捕まらなくて、離れると降りますでこいつは敵やったかな。そやな、もうこいつマジうざい、ほんまうざいこいつ、ほんまに。あれほんま子供の時トラウマでしたよ。でまあこのステージ全部怖かったマジで、一人でできんかったもんこんなところ。まず怖いってのもあるし、難易度がね鬼畜レベルなんで絶対クリアできひんのよ。音符100個なんかまだ絶対できひんもん。さあとりあえずこの 船でねやることは終わったかな。あとはまあ水中とかもあったりするんですけど、それはまた後でしようかな。まずちょっと外周進めていきましょうか。でコインがないんで卵がね、コイン代わりの卵で、でここ真ん中のやつどうするんやと思うんですけど、実はこれまだ入ったはずなんですよね。追加でね課金するとねこういう風に出てくるんですよ。これ多分知らない人多いんじゃないですか。出てきてこれどうするんやろみたいな感じのね言葉、多分思った人も多分たくさんいると思いますよ。僕も初めそうでしたから。あーどっちか行こうかな。あそこ神城がヘルプ言うてるんですけど、さっきここの音符が取りましょうかね。カメラアングルが、あぶねえ。よいしょ、じゃあ戻って、あそこ窓ガラス割れてたっていうか、壊せそうな場所があったんで、壊しましょう。そうすると、ちょっとした音が変わってね、してるんですけど、なんか、あれですよね、ここにジグソーよね。なはってことで、ジグソー、あ、音符もあったか、よかった、見とって。じゃあ音符も取りに行きましょうか。なんでやねん、ふざけんねん、ほんまに。登れるかこれ、登れへんか。マジあいつめんどくさいよな。そったり、さあ音符もいい感じに集まってきたかな。さあ次どこ行くかな。なんで潜っとんね。なんかうわーうわー聞こえるけど、ちょっと一旦無視します。でここ入るとなぜかお宝ザクザクビーチ以来のスナッカー様が現れるんです。もう忘れた時にやってくるからこいつ。登れ、おおっと。今でハニカムなんですけど、あっちになんか入り口あるんですよね。そこに行きましょうか。
にスナッカーさんも倒しとこう。おい、逃げんだよ。スナッカー様のな BGM が怖いよな。恐怖は煽る。トラウマにトラウマ重ねてくるのこいつ。マジでだけど、これで死んだかな。はい、あばよ、当たりや。スナッカーさん待ってよ。あぶねえ。よし、スナッカーさん倒したんで、ここ潜っていきましょうか。まあ、最後に撮ってもいいんやけどね。で、ここはね、オイルがなく綺麗なんで、普通の水ですね。多分。ここもギトギトか。綺麗に見えるだけやったわ。ただの記憶違いでした。あぶねえ。覚えとるとこと覚えてへんとこあるな。で、特大の浮き輪があるんで壊しときましょう。やっぱね、ロスとハニカムが上に出てきますね。あれはどこで取るかというと、端っこにまずジャンプ台があるので、それでジャンプしましょう。で、また浮き輪邪魔やから殺して、で、これでハニカムゲット等できるんですけど、ここもまた操作が、よし、これで一応このステージのハニカム全部回収できましたね。あとはラストステージのハニカムだけやね。マジで完全コンプリートまであともうちょっと。スナッカーさんの回復が早すぎる。いた、くすったり。覚えとけよお前。で、スナッカーさんはあそこから出れないのでいいんですけど、死にそう、マジで溺れそう、危ない。さて、じゃあ次どこ行くかな。さっき船のところ行った時に、なんか鳴き声、なんで落ちんねん。また戻らなあかんやんけ。じゃあ先にそこ行くか。鳴き声聞こえたと思うんですけど、ここにかわいそうな人がいるんですよ、イルカが。これでね、怒り下ろされてね、下敷きにされてるんで、それを助けてあげましょう。こいつに倉庫になってるから、ほんまに。そして倒して、これで怒りを上げましょうかね。体裂かれるんですよこれ。映像的に。どうもありがとう、お礼にこれをどうぞ。僕が昔見つけたんだってことでね、ジグソー置いてくれます。持っていてくれや。なんで水の中置くねん。で、さっきのこれを取りに行きましょうかね。こいつら邪魔やな。そったり、結構ダメージ食わってたわ。で、この辺のアイテムを全部回収していきましょうかね。で、こっからがまたスピード勝負。ここさえクリアしたら多分もう死ぬ要素は多分ないはず。あと8個か。あと8個ってことは、ジグソー、あ、尋常のジグソーと、あとちょっとしたボスのジグソーやね。で、このボスなんですけど、倒し方っていうか、ジグソーのね、取り方がね、2つあるんですよね。普通にボスを倒す方法と、もうボスを倒さずに取る方法とあるんですよ。それまた動画で残しますね。で、尋常がまたあそこにいるんですよね。ヘルプちゃうで。見た感じがもう毒毒しい沼やけど。で、よいしょ。
危ない危ない危ない、多分落ちても死なんかったとは思うけど、だいぶよかった、やけどするぐらいですね。で、あそこに僕爆弾 TNT が置いてあるけど、ちょっと無視して進めていきますよ。ここは1階だけやったかな、この真ん中やから。よしよし。で、ここは隙間が空いてるんで入っていきましょう。ここに音符もたくさんあるんで買っていきましょうかね。ここに結構音符もコンプリートいけるんちゃうかな、まだか。よし、よし、あと8個。もう音符さえ取ったら、まあ、あとは別に死んでも構えへんから。いや、ほんまそれやね、このステージ音符100個さえ取ったらもう別に死のうが何しようが構えへんね。あと4個。おい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 。で、全員倒すとワンナップが出てくるっていう。あと4個どこやったっけな。もう1箇所か、もう1箇所のところにあるのか。で、こうコンテナ真ん中空いてないんですけど、実はこの上こっから入れるんですよね。で、確かこの辺なんかあったっけな、もう邪魔なやつばっかりなこいつら。ちょっとふざけるな。で、人情が隠れてるんで助けておきましょう。あれ、もう一回じゃなかったっけ、逃げたあいつ。あれ、音符あと4個。あ、いいが棒があるか、まあ無視しておきます。ちょっといいが棒がね、特に全回収の目標にしてないんで。で、あっちの行き方なんですけど、あそこから行くんですけど、多分下から行けたような気もするねんな、ゴリ押しで。ここへ覚えてへんけど。いけなかったっけな、だ忘れたな、なんかいけたような気もするし、いけんかった気もする。いけた可能性は高いけど、ちょっと忘れた。音符あと4つ。4つどこやっけな。あ、多分あれか、コンテナのところの、コンテナちゃうわ、さっきのクレーンの上か、あの中間地点ね、右側にあった方はあそこにあったっけな、覚えてへんもんやな、音符とか。なんとなくのやつったらできるから、コンプリートとか。この上でっていけるか、あ、こっちからか。あそこに音符なかったらもうきついな。で、あそこに魔女スイッチがあるんで、また改良しに行きますね。あ、よかったと思った時3つ、いっちゃん最悪なやつやん。どっかで1つ逃しとる、どこやろ。探さなあかんのか。
ちゃ嫌ねんけど、あと一つっていうのが。お前だ、これで音符取って死んでも大丈夫よ思ったけどね。でここジグザグしてるんで行きましょうかね。もう勝手にジグザグすんなって話やけど、そうですよ。あぶね、くそったね。これで神社も全開しよね。危ない。どこやったっけな。自分の中では多分あそこかもしれへん。あの123抱えるところの反対側にあるか、キッチンとかでの取り逃しとるかやな。ここマジでギリギリやったら取れへんかったんだよな。さっきこいつボスから行くか。であそこにジグソーがあるんでジグソー取りに行きましょう。ジグソーだーって行くとここが出てきて、ボスブームボックスの部屋に行きたいのはどこのどいつだってことでこいつを倒しましょうかね。貴様に取れるわけなかろうってことで、こいつ倒せたな。これで倒すのが一番楽かな。アプリ仕方タイプなんで、まあここら辺まで来たらまあ普通にこういう風に倒していくかな。でこれ全員倒すとジグソーが出てくる仕組みになりますね。ああ、わしをバラバラにしようってとっとと持っていけ。でジグソーが全回収。ちょっと卵ももらっておきましょうか。だいぶ減りましたね。ある程度取って音符探し行きましょうか。音符どこやろな。この辺あった、よかった。マジキッチン取り逃してたか、この端っこ。よかった。100個、全部集めた。あー、よかった。はい、じゃあ最後ね、あそこのね魔女スイッチだけ押しておきましょうかね。マジギリギリねんよ、ここも。あ、押しておきます。そうするとジグソーがね外に出てきます。一応全回収やね。よし、じゃあステージの外出ますか。いや、君たちのこのステージでの音符のベスト記録は現在100個です。いや、ほんま頑張ったな。じゃあちょっとさっきのジグソー取りに行こうか。あぶねえ。でここに出てくるので取っておきましょうかね。9個目、ラスト1個やね。あと1個。でこの辺は何もないね。火の跳ねてっか。でこう壊せて、でこっちに行けるんですけど、ここまだ水位上げるやつあるんですよね。じゃあさっきちょっとこのイベントをやって終わりましょうか。間に合うか分からんけど、ここもマジギリギリないよ。でこれが何になるかちょっと今から紹介しますね。でさっきのサビサビ港のところのステージの上の方に行くと、ここに入り口があるんですよ。この奥入っていくと
なんか神秘的な場所に出て、またいるんですね。君たちはチートを探すのが上手だ。もう一つ、魔法を教えよう。裏切り者のチート目、炎の魔法を投げてやる。はははグランチューダー、この場所を見つけられるはずがないわい。でもトラザコタクビーチの砂の城のパネルで、ゴールフェザーズだ、頑張れよって言ってくれて、最後のねチートのコードをゲットしたので、これを落ちに行きましょう。はい、じゃ砂の城まで来たので、ゴールドフェザーズ打っていきましょう。ズーで打つと金の羽を20枚まで持てるようにしてやったぞ。たくさん持ったな金の羽、その分痛みも増えるだろうって言われたんですけど、特になんもないですね。で一応これでチート、公式のねチート3つは一応回収できました。じゃあ次回最終ステージ進めていきましょう。